マッシュでございます。どうも、武田でございます。ということでですね、自分が強くなるために、中田コーチのとこにトレーニングしに来ているんですけれども、今日はなんと、大丈夫ですか？深いです。中田コーチです。よろしくします。お願いします。中野です。よろしくお願いします。今回僕もトレーニングしに来たという流れにはなってるんですけれども、中田くんは僕の順大のね、一個下の後輩で、お世話になってます。うん、あ、そうです。で今トレーナーの道に進んで、僕もずっとウェイトトレーニングは大事だと思ってやってきてるんですけども、うん、新しい情報だとか、まあ、より正確な効果が出る方法だとか、あるいは栄養についてだとか、いろんな情報を教えてくれるので、まあ、結構定期的に僕は指導してもらってるので、そんな中田くんの話を武田くんも通じて、いろんな人にも知ってもらえたらいいんじゃないかなと思っております。俺を言いたくて、草野先生に中田コーチにとか行ってこいと、つぶってる時に言われて、そっから本当に僕は変わったと思ってて、考え方がいろいろ変わって、トレーニングができるようになったというところであるので、まあ、その中で、ウェイトトレーニングっていうのは草野さんと中田コーチの話聞いてると必要不可欠だなというところであるんですけれども、やっぱり視聴者目線、その学生目線、わからない人って結構多くて、そういうところをこうお二人の力をもらってうまく噛み砕いて皆さんにお伝えできればいいなと思うんですが、やっぱり体がないなって思う選手はたくさんいる。技術をね、高いレベルでするにはフィジカルがないとできないし、逆に強いフィジカルがあればより高いテクニックを行うこともできる。これが並行してね、進んでいくっていうのは望ましい反面、なかなかフィジカル作りをやれてないと、今のフィジカルでできることでごまかそうとしちゃう。陸上競技におけるテクニックではなくて、どちらかというと今の自分でなんとかなるテクニックっていう戦いになんか入っちゃってる人たちが多くて、それじゃやっぱ苦しいよねって、もう上限がもう上がらないんだもん。僕のところに来るような子はウェイトやってますっていう子が多くて、で僕からするとまあしばらく見るわけですよ。ウェイトやってる、こういうのやった方がいいよっていう話をして、でやっぱり変わってないと、でせっかくウェイトやってくれてるんだったら、その質が上がればやっぱ加速度的に体は変わってくるよっていう話で、まあ永田くんのところにね数名送った後に、やっぱ劇的に変わった選手が多かった。せっかく頑張ってるのに変わってこない、すごいもったいない。そう、それってただ疲労の蓄積しかしてない。ウェイトをしているんだけれども、やっぱ効果的に筋力が伴ってこない。それは確かに担いでしゃがんだりとかちゃんとやってるのかもしれないけど、結果的に何にも繋がってないんだったら、ただ疲労を蓄積してるだけで怪我のリスクが上がってます、筋が悪いかなとやっぱり思います。こういったのを通じてしっかりウェイトやる人が増えてくれる、それを適切にやる人が増えてくれれば、そうすれば競技力は底上げされていくから、やっぱりトップのレベルも上がっていく。それやっぱ陸上競技に、ね、貢献できるところだと。それはね、長くやってきてね、陸上競技のおかげでいい思いもねできてきたからこそ、陸上競技に対して還元する方にもつながると思うので、まあ今日は永田トレーナーからいろいろお話を聞いてもらって、武田君もしこたま鍛えられるしこたまダッシュで行こうぜ。僕も草野先生とか中田コーチから教わるまではなんとなくやってたなっていうところはあって、重いものを上げれるようになれば速くなれるみたいなものをこう先輩方から言われて、感じでずっとやってきてて、高校1年生とか2年生の時あんまりウェイトやってなかったんです。その時の僕の感覚が多分今見てる視聴者の中で結構マッチするかなと思ってて、体が大きくなれば重くなるっていうイメージがすごい自分の中であって、だからそういうデメリットをこうなんとなく探してたというか、そういうニュアンスでイメージ強かったんですけど、やっぱ結果を出してた人がやってたから入り込めた。そういうところを見てる学生のみんなにはなくしていきたいなっていうのがあって、まずアスリートって何を求めなきゃいけないかってことを考えると、パワーを求めなきゃいけない、物理でこのパワーって何っていうふうに考えると、フォースかける速度なわけだから、式がフォースかける速度イコールパワーだから、結果を最初に求めちゃうってちょっと筋が悪いと思って、自分の体を進ませるっていうのはフォース、はいはい、もう一個あったのは速度、速度、はい、速度が速ければ要はパワーも掛け算としては強くなる、パワーを上げるっていうことを考えると、フォースから目を背けてもいけないし、スピード速度からも目を背けてもいけないので、この2つを上げた結果パワーが強くなるよっていう考え方。それが少しずつ分かってくると、パワーって何だろうかっていうのはちょっとずつ分かってくるんじゃない。フォースと速度を上げるにはボリュームっていう体がないとダメだから、はい、そこが仕事量をかけていって筋肥大をさせていかなきゃいけないよねっていう、だから冬季練習はフォースと速度を上げるためにボリュームっていうカテゴリーで下地を作っていった方がいいよとは最近は考えてる。ボリュームって要は仕事量、要は仕事の量が多いか少ないか、はい、でボリュームの高いか低いかが決まってくるわけなんだけれど、
ども、例えばスクワットとかでも60キロでやるスクワットと30キロでやるスクワットだったら仕事量が多いのは60キロ。違いですね。それは分かりやすいよね、はい。ただじゃあ同じ60キロでやるスクワットがこうクォーターまでしかいかないスクワット。はい、ハーフまでちゃんとしゃがんだスクワットだったら、はい、骨盤の位置がこれだけ動くのと、はい、これしか動かないのだったら仕事量としてはこれだけ動くハーフスクワットの方が高い、はい、っていう感じだから、はい、同じ重さでもフルスクワットの時のベンチプレスにしてもちゃんと胸まで下げるとか、はい、ここまでしか下げないとかっていうことよりかはちゃんと仕事量を稼ぐのであれば、うん、ボトムポジションと言われると、ボトムポジションっていうのは、はい、今あよく分かりましたね。僕は分かってないイメージしてますベンチプレスで言ったらちゃんと胸まで、はい、スクワットだったらフルスクワットまで行くことだったりとか、ざっくり言うんだったら、はい、冬は仕事量を稼いでちゃんと深くやりましょう。じゃあ実際ボリュームをやるっていう流れでいいかな、うん、はい、はい、しましょう。じゃあ、行きましょう。この時が始まります。今からです。やる。あ、そうそう、ダッシュで行こうぜ。もう冬季なんてね、筋肉痛じゃない日なんてないですよ。いや、ほんとそう。草野さんと話してる時とここにトレーニングしに来るとき一番強くなってる。ストレスかかってんじゃないか。伸びてるわけ。伸びます。伸ばす。よし、巻きました。ここ入ってって、戻して、入ってって。基本的には、股関節と膝関節と足関節の動きが同時に動いていくっていうことが大事で、膝が優位になっちゃってる子、うんうんうん、股関節がうまく使えてないっていう子がたくさんいて、うん、僕のスクワットのイメージって足のエクササイズではないんだよね。上半身もある程度使わなきゃいけないと全身運動なんだけれども、はい、ちょっとそれを実際にやっていきます、はい、足の幅は肩幅よりちょっと広いぐらいかな。股関節と膝関節のよくあるエラーが膝だけこう曲げにいってこういう風に降りていく。ごめんなさい、それ難しいのよ、もはや。ちょっと俺やってみていい？こういう、あ、そう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 、これが悪い例。これ悪い例。立ち上がるどうしたらいいんだこれ。そうするとすごいしゃがみにくいですよね。しゃがんでるんだけど、さっきの仕事量の話で言うと、はい、しゃがみにくいから仕事量が稼げないプラス膝とかがぶっ壊れやすい。だからそれを防ぐためには股関節からやっていかなきゃいけないんだけれども、はい、お尻しっかり後ろに引っ張ってで上がっていく。もう一個ニーインっていうのが膝が入っちゃうとね、胸筋とかの仕事になってきちゃって狙いたい内側が抜けてきちゃうから、イメージしたいのは膝のラインからすね通って、はい、足のライン、まあ、下半のラインが、はい、この台形をしゃがんだ時には長方形になるようなイメージ。ここがちゃんと作れてすねが床に対してまっすぐになるから、まっすぐの動きを伝えることができる、なるほど。じゃあフォームチェックから、うん、これまさにあの膝優位のやつ。おぉダメじゃん。もうちょい頼める。ハーフも言ってないんですよ、多分。え、マジっすか。うん、いきます。ほら、ハーフまで行くとめちゃくちゃ前ももきついでしょ。きついっす。やっぱ俺膝優位なんだよ、これ。えぇ、本物がいた。本物がいた。しゃがみにくいっす。そう、これ股関節が硬いからじゃなくて。違う違う違う、膝でやってるから。え、これめっちゃ多い、本当に。足ちょっと広げて、ここからさ、後ろにしゃがんでって、この膝を薬指ぐらいの方に逃がすように、ちょっとしゃがみってごらん。あ、そうそうそう。お、曲がった。これでいい。あ、そう、これでいい。え、これでいい。これが、はい、多分感覚的にしゃがみやすいでしょ。はい、しゃがみやすいです。だし、前ももがどうか。OK、全然少なかったです。 OK、おこう、ナイス。やったぜ。ダッシュで行こうぜ。一回これでアップ、アップしよう。はい、膝は外、股関節は後ろ。はい、いってみます。はい、四角を作る。ああ、いいじゃない。ここら辺にストレッチ感出てれば。ストレッチ感出てます。はい、これからやろうか。めっちゃいい。え、オッケー。え、来たぞ。これウェイトしてないっすよ。ウェイトしてないっすか。ふん。ラスト。
上がる。オッケー。俺やってねえ、ウエイト。フォームがどんどん悪くなってくる。え、何が悪くなったの？しょっちゃってる。しょってる？上半身が何もしてない。上半身が上半身で起こしに行くようなイメージをしなきゃダメで、この状態から下がったら、はい、頭がそのまま上にスンと抜けるような動きを作ってあげた方が、この立位のポジションに素早く戻れるじゃん、はい、軸作った上でスッと上に抜けていくようなイメージで、うん、今と同じようにしゃがんで、ここから糸を引っ張られる、あ、そうそうそう、そういうイメージ、ここからシャッと上がるイメージ、これを担いだ時も同じことをしてあげれば、上半身は上に伸びるし、下半身は床を踏む動作になってくるから、要は自分の軸から違う方向のエネルギーが飛び出てくるんです。お願いします。頭から1、頭、いいぞ、2、いいじゃん、頭、3、同時に踏む、同時に踏む、頑張れ頑張れ、同時に踏む、浅い、今のは抜けてる、すいません、ゆっくり降りよう、はい、降りたのに対して上がる、ラストもう一歩、降りたのに対して上がる、オッケー、足きつい今、いや、さっきより全然心拍数が上がるよ、心拍数上がる、あ、そう、これでいいよ、だから素晴らしい、そう、足のエクササイズっていうことよりかは心臓がきついっていう感じが出てればOK、 自分の軸に対してどうやったら早く戻るかなっていうことを考えないと、ウエイトはね、ボトムポジションとセットポジションの行き来なんだから、ボトムポジションの理解とセットポジションの理解もあれば、そこに対して最短は何だろうかっていうことを考えられると効率のいいウエイトになってくる、そう、あ、お時間です、お願いします、いいぞ、降りるとき雑にならないから、はい、そうそうそう、雑にならないよ、いいぞ、そのままそのまま上に向ける、頑張れ、シッシッ、頑張れ、そのままはい、頑張れ、ここ、おもしがちょっと早いからきつい、違います、足きつい、全身下ろしが早いからフォームが崩れちゃう、降りるときもフォームを下ろし、はい、お時間です、お願いします、はい、このまま上がる、コントロールして、このまま上がる、そう、いいな、このまま上がる、いいぞ、全然いいよ、いいぞ、このまま上がる、頑張れ、上に向けてくる、頑張れ、あと2個頑張る、頑張れ、コントロールしろ、そう、いいじゃん、うん、いいじゃん、いいじゃん、ありがとうございます、10回目よかったわ、うん、あれ、めちゃくちゃいい、いや、スクワットでこんなにやったことないです、走りっていうの疲れるちょっと似てる、似てます、似てるよ、似てます、いや、楽しいめっちゃ楽しいっすなんと、もう1回あげられるもう1回あげられます、なんとコンセプトがすごい強力だから、意識のレベルが上がったね、うん、よかった、粘った、いきましょう、さっきのでいい、はい、だから逆に5セットで考えるのはさっきのでいい、はい、これ以上良くする必要はない、はい、いきます、はい、ボトムからセット、あっ、きつい、コントロール、ボトムからセット2、下ろすときが大事、はい、ぞ、うん、いいぞ、軸作って、集中、慌てない、よし、そう、はい、ぞ、そのまま、このまま上がる、頑張れ、素晴らしい、ありがとうございました、素晴らしい、ナイスリコ、ナイスリコ、ダッシュで行こうぜ、アメリカに行った時にハードワークをした上で、まあ、ウェイトをしろと教わったので、優先順位はやっぱりラントレーニング、はい、ランをする余力を残した上でなおかつウェイトトレーニングで筋を肥大させていかなくちゃいけない、どっちかでやりきっちゃったらやっぱどっちかはできなくなるっていうと、うん、やっぱ両輪としてやっぱ回ってこなくなるので、うん、はい、ということで今日皆さんありがとうございました、ありがとうございます、これから草野先生のトレーニングもありますけれども今日のトレーニング皆さん見てもらった通りなんですけれども、やっぱりこうやってプロの方が寄り添ってやってもらえることがやっぱ一番の強くなる一番の近道ではあると思うし、僕はそれを今シーズン実感してさらに結果も出たので、ぜひ皆さんね、永田トレーナーの元でぜひ一緒に強くなれたら嬉しいなと僕は思ってます。本師の純田先生に言われた言葉ですが、体作りは記録作り、いい体をねしっかり作っていくことはいい練習を積むことにもつながるし、いい練習を積むことがいい結果にもつながってくる、そういったイメージで今やってるね
トレーニング、それを見直して、もし自分がねもっと体作りをする伸びしろがあると思ったらぜひ取り組んでほしいですし、取り組み始めてもう少しこうできるんじゃないかとイメージがあればぜひウエイトトレーニングをね自分のものにしてもらえたらなと思います。基本的にウエイトトレーニングって競技にすぐに結果が出るものではないと僕は思っていて、うん、長いことをかけてやっていくと必ず恩恵を得られるものと、うん、は思ってます。確かにきつかったりとかいろんな偏見だったりとかあるとは思うんだけれども、ただすべからく強い人はやってるよねって思ってるので、うん、どうせやるんだったら僕はみんなのために自分が培ったものをやっぱ共有していきたいと思ってるので、うん、興味があれば連絡いただければと思います、うん、はい、体験は今なら3000円です。ありがとうございます。まあウエイトトレーニングはね怖いもんじゃないよ。終わりは友達。そう、終わり。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。